とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ショートカットなぜしないんですかという質問ですね。知りません。ショートカット知らないんですよ。で、詳しく教えてくれた方がいて、ようやくわかりました。4箇所あるみたいだね。あとシーズン3は5日間しかないんだけども、まあ、この5日の間でもだいぶ役に立つと思うので動画にすることにしました。ショートカットやっていきます。では行きましょう。それではまずは1回だね。1回からショートカットをすることができるんだよね。これ早く教えてほしかった。上に向かって壁沿いを歩きます。極力壁沿いの方が、敵が反応しないみたいだね。そしてこの壁沿いをとにかく通っていくとそのまんまクリアすることができるんだよね。これ見つけた人すげえな。超簡単に一回クリアできた。じゃあ次できる回いきますね。では次は12階ですね。12階も1階と同じく上に向かって壁沿いを歩けば大丈夫です。もう極力壁沿いだね。でゴールの近くに、花のモンスターがいます。あいつからはダメージをもらうので、まあもらってもいいんだけども、その端っこのところからゴールに入りましょう。簡単だわ、めちゃくちゃ簡単。では3つ目のショートカット、21階です。21階、ここがねちょっと分かりづらかったんだけども、行けるようになんとかなりました。でもね 100% じゃないのよね。たまに落ちます。まず入り口を出ましたらここに行ってください。ここのね、ここら辺から、前に向かってローリングをします。ここに到着するのよね。で、ここでも、極力端っこの方を通って進んでいってください。で、次、ここ。ここもさっきと同じく、ここの端っこだね。若干、右の方を向いてていいと思う。若干、右の方。これ、まっすぐ向いてると、落ちちゃうので、若干右を向いて、ローリングしてみてください。そうすると、ここに到着します。ここはね、慣れが必要。俺も何回かやって、なんとか慣れてきたんで、何回かやれば大丈夫。落ちたとしても、またスタート位置から始めればいいので、敵は出てきません。何回も何回もやって、慣れるようにしてください。ここがね、結構難しいと思う。でも慣れれば大丈夫です。では、最後のショートカット、行ってみましょう。それでは最後のショートカット場所ですね。27階です。27階をね、飛ばせるってなると、なかなかいいと思う。ここね、結構難しいのよ。ここで出る略奪者は、攻撃力がバカ高くて、2発くらえば死んじゃうんだよね。なので、ここを、ショートカットできるのは、すごく嬉しい。下の道に沿って進んでください。で、そして、こっから、向こうに向かって、ローリングします。OK。で、そしたら、また、端っこに沿って、進んでいきます。そうすると、大丈夫です。まあ、そこまでね、端っこの方じゃなくてもいいけど、まあ、安全なことを考えて、端っこをね、こう、際を攻めていくようにしてください。そうすると、敵は出てきません。すぐクリアができます。簡単だ!はい、ということで今日はタワーシーズン3のショートカット4箇所やってみました。コメント本当にありがとうございます。わかりやすかったです。でもあと5日間しかない、いや5日間もあると言った方がいいのかな。5日間はこのショートカット使うことができるので、本当ね、攻略にどんくらいだろうね、6分7分早く行けるようになるんで、もっとかもしれないね。すごくタワーを高速周回できるようになりました。
さあ、皆さんもね、残り5日、頑張っていきましょう。そして、5日後、タワーシーズン4になったらばね、生放送で攻略していきます。そっちもチェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。